モリタコクミ、そしてコスチュームもどことなくこれ似てますものね。多分揃えてると思いますね。おそろですよね。これは嬉しいですね。曽我部美由紀、今日はレオガで登場。今日はというよりもこのタッグリーグは全てレオガで登場と、はい、いい形になりました。阿部幸恵です。その阿部のパートナー、エステル・モレノ、先ほどのアルダ・モレノのお姉さんです。モレノ4姉妹、2番目のお姉さんです。お客さんの反応を今ちょっと聞いてみたんですが、もう少し拍手があってもいいかなという気もしたんですが、その辺曽我部の心中どうでしょう。さあ、そしてやはり空間は沸かせてくれます。これいつものガウンとちょっと違いますね。フードがついてましたね。そうですね、クーガのコスチュームです。豪華ですね、彼女のですね、コスチュームね、はい、ブルーのコスチューム、クーガ、そして同じようなデザイン、おそろのコスチューム、赤いコスチューム、レオガです。まずはエステルとクーガの対戦になりました。さあ、早速コンビネーションです。レオガとクーガ、対角線、振られたのはクーガ。エステルが突っ込んでいくところを読んでいました。エプロンサイド、そして腕を折っていきます。トップロープを使っていきます。噛みつきましたね、ですね、今のはね。さあ、そしていつもの拝みあたりに行くんでしょうか。行きました。ロープあたりに行きました。これには後楽園のお客さん湧いています。下からクーガも拝んでいます。こんなことは今まで見たことありませんでした。そして1回転、いやレオガも足でシザーズして投げ飛ばしていきました。うまい攻撃を見せました。阿部が飛びますか。プランチャーあたりを狙っているんでしょうか。阿部幸恵、プランチャー推進だ。レオガとクーガに対して放っていきました。ジャガーさん、阿部はですね、リーグ戦結構健闘しましたし、最近頑張ってるんじゃないでしょうか。どうでしょう。頑張ってますね。なんかすごく生き生きしてますね。あ、そうですか。今プロレスやってて楽しくて楽しくてしょうがないんじゃないでしょうかね。それでも非常にいいことですよね。そういう時が一番伸びる時なんでね、はい、ずっと伸びっぱなしではないんで、はい、そういう時期に自分を伸ばしていくっていいと思いますよ。そうですか。さあ、ロメロスペシャルに行こうというエステル・モルノです。お客さんが手拍子で応援しています。エステルが持ち上げていく、ローリングしていきます。2回目、さらに3回目を狙っている。いきました。4回目いきますか。今まで3回が確か最高だったような気もするんですが、私は4回か5回やられた時ありますよ。あ、そうでしたっけ。ごめんなさい。軽いと調子に乗るんですよ。そうですか。大体が4回目。まあ、曽我部はね、軽量な選手でもありますので、4回今日は行きました。ローリングのタパティアです。さあ、そして師匠のクーガが登場。相手は阿部幸恵です。オレンジとブルーが交錯します。先頭この形で固めていく。今声を上げたのは阿部幸恵ですね。そうですね、すごい声を出していきました。ブリッジ、まあ、非常に打たれ強さとそれから粘り強さがあるという、はい、阿部幸恵です。椅子、一瞬のうちに攻守が入れ替わるということがよくあります。阿部が一瞬こういった技でもう完璧に劣勢になってしまうということがよく今まではありました。今日はどうでしょう。だいぶ強くなってきてますけどね、はい、強くもなってるんでね、はい、危ないですよこれは。椅子攻撃、一発目、二発目、クーガが放っていきます。エステルもやられています。レオガにやられています。まあ、師匠がやった以上毎日クーガも分かんないやつですね。急に反則使い出してる。何なんでしょうこの人は。なるほどね。たまに分からなくなりますね。私我が道を行く選手ではありますけれど、もしかしたら血液型 B 型ですかね。いや、 B は私なんで、あ、全然違う種類の人間だと思います。ジャマさん B でいらっしゃいますか。私は B ですね。私も B です。でも個性が強いんですよね、 B はね。我が道を行くですよね。我が道を行きます。場外戦です。クーガはこの場外戦がとても好きな選手です。好きですね。ファンサービスも兼ねてると思いますけどね。入場のハイタッチもそうですからね。そうですね。クーガはいつか言っていました、
会場すべてが自分にとってはマットであると言っていました。ジャガーさんはあんまりお好きではないわけですよね。そうですね、そこの近くの人しか見えないですから、長い時間やってると見えないところの人には飽きてしまうんじゃないでしょうかね、というおっしゃるジャガーさんです。キャンバスの上、阿部が上がりました。追いかけますクーガー。この試合も一部ダイジェストになっています。さあ上になっていったのはエステル、レオガの桃のところにはクーガと同じようにタトゥーが見えます、文字が見えます。あ、これは何という技でしょうか。面白いですね。面白いですね。ゆりかごのように揺らしていきます。何回も何回も。お姉さんのエステル、このエステルもやはりテーピングが大変今日もあります、見受けられます。クーガが登場です。ロープに飛ばしました。読んでいた裏カンダナ、そのまま片エビがためはエステルモレノ、危ない危ない、一瞬でした。返していきましたクーガです。公式戦30分1本勝負です。勝ちますと2点、負けますと0点、引き分けは1点です。2です。対角線に飛ばすようです。逆にエステルが飛ばされた。うまい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 、2メーターぐらい飛ばしていきましたクーガです。そこにレオガが登場、抑えています。相打ちにならなければいいんですが、だから言ったのにトペコンを食らってしまいました。このあたりまだあれですかね、ソガベの勉強すべきところ。そうですね、阿部がボディスラム、レオガを投げ飛ばしました。キャンバスの上、クーガも大の字、2人で飛んでいく。ムーンサルトがエステル、ダイビングボディープレスが阿部幸恵です。もう一回いきますか。阿部ムーンサルトができるようになればいいですね。どうしても見栄えしないですもんね。エステルがムーンサルトをこっちでやってるだけにそうですね比較されちゃいますからね。そうですね、面白みがなくなっちゃいますよね。なるほどね。いつか阿部のムーンサルト、これ期待しましょう。そうですね。レオガと阿部です。そしてクーガも登場。師匠のクーガはまずはボディスラム、そこに弟子のフロアムシはローリングのギロチンドロップになりました。ダイビング式です。カバーはどうでしょう。カットプレー、ローリング先頭なんですよね、一応教えた方は。お、そうなんですけど、自分で工夫したんですか。いや、あの遠いと、あのこう足が当たると、足が当たります。なるほど、近ければ先頭になります。ああ、そういうことですか。はい、大下にキック、はい、思いっきりがいいですからね。ですね、なかなかいい技になりましたね。ダメージもきっとあるでしょうしね、やられた方はね。はい、さあダブルアーム式、そのままパワーボール狙いもあります。クーガです。エステルがカット。なんといってもリーグ初戦です。どちらもこれ2点をまずゲットしておきたいところ。これはうまかった阿部幸恵。ああいった技ってのは前あんまりなかったですからね。そうですね、切り返しがうまくなりましたね。はい、阿部幸恵です。オレンジのコスチューム捕まりました。相打ち気味、今阿部にもダメージがあったんですが、相打ちにもなりましたね。ダブルで当てちゃった。ダブルでしたね。場外に落ちました。そこを追いかけていきますクーガー。2人の髪の毛を掴んでおいてレオガが飛んできた。これはピンポイント、ヒットしました。なかなか連携ありますね、クーガーとレオガ。そうですね。ゲイリーマット、またしても新しいマスクウーマン登場です。レオガ、正体は外の美雪です。 JD の2期生です。みんなタッグリーグ戦でそれぞれいろんなことを考えてるんですもんね。みんなチャンピオン目指してるわけですからね。先ほどは失敗したこのダブルアーム式パワーボム、カットプレーに阻まれました。これあの30分戦いますと引き分けになるわけですか、公式戦は。そうですね。そうですか、はい、コーナー際です。クーガが持ち上げておいて、そこにレオガが行きます。ダブルインパクト。レオガ今頭をちょっと取りきれなかったような気もしないでもないんですが、ただまあとりあえず顔面は、阿部の顔面はキャンバスに叩きつけられました。そしてクーガが対角線飛んできた。今ディスティニーハンマーを狙ったんですが、ちょっと距離がありすぎましたかね。そうですね、ちょっとずれちゃいましたね、うん、ちょっと今のシーンクーガレオガともに距離を見誤った感じ。そして今度のディスティニーハンマーはヒットしました。上になりました。クーガどうでしょうか。お箱取りました。やはり円錐ニードロップは必殺です。クーガが阿部を取っています。クーガレオガ組、これで2点をまずゲットしました。 TWF